まあ、スバルカンたちは何してたかっていうと、フレアとハデスをつなぐ7両編成の星の列車。まあ、7つのチャクラのことやねん、実は。スバルっていうのね。で、プレアっつうのは、うちの、今この状態から見ると、うちの体内がハデス。で、体の外がプレア。それだけ。要するに、その、イオン交換みたいなっていうか。で、それやってんの。で、素粒子の状態になった、要するに、スバルで、素粒子の状態になった人は、プレアに行けん。でしょ？外の世界に行ける。だから要するに宇宙空間から見れば、宇宙空間の外側の地球に行きたいときは、素粒子にならんと出られへん。で、それ以外は、中の世界ってことね。で、その、食べ物はまた別やけどな。食べ物はまあ、外に物質のまま出るけどね。消化され代謝されたんですね。ほんで、その代謝によって得られた素粒子、いわゆるカロリー、エネルギーは、まあ、使用したり、発散したりするわけやんか。やっぱりそういう形で、細胞からなんですね。細胞から、素粒子の形じゃないと、出ていかれ。まあ、それ以外、例外もちろんあるよ。イオン交換みたいなね。でしょ？いっぺん細胞の中入っちゃったら、素粒子にならんと出られへんねん。それを司さどってんのが、スバル。まあ、スバルってのは、成分の語源でもあるけど、要するに、7つのチャクラのことやん。7種類の周波数のこと。ね、そこで、周波数を高めないと出られへん。意味でもあるけど、別にドレミファソラシドの7音階じゃないよ。あの周波数じゃないけどね。あの周波数では出られへんの、実は。それが、ジョン・レノンを殺した、400Hz っていうのはそれ。その間違いない。444かなって言われてるけど、いや、そんなことないよ。うち独特の誤差があるから。うちのチューニングには合わせんと出られへん。だからうちのギターなり、ウクレレなりのチューニング変わってるやろ。あれが、いわゆるプレアで損壊って言われるやつ。あれに合わせんと出られへん。で、ご自身の思考回路の、が、そういう周波数に、を奏でないと出られへんわけやから、もう、素粒子にとってはな、存在が周波数やから。だから、うちと同じ人物みたいにならんと無理やねん。同じ周波数になるのは、実は。つまり、大和民族の滅亡を表す。で、ただ、戻ったら、今度は、自分のところに戻ったのに、大和民族になって到着しちゃうの。どのマトロシカもエミシ民族って言ったよ。だってうちの家族の物語やもん。うちの兄弟の物語に頼むの一番外側だよ。一番外側だよ。だけど遠すぎると着いた時大和になる。こっちで、こっちから帰るときは、エミシにならな出られへんわけやから、自分のところ戻ったら大和になって。で、自分に殺されたり、自分を殺したり。ややこしいな。そういう悲劇が起きるわけ。まあ、しゃあない。そういうチャクラを使うとそういう悲劇が起きる。論理的説明できてるよ。で、周波数下げた場合、例えばこの血をくぐり抜けたりしたら、血の輪くぐりっていうの。まあ、こんなのことある。実は。これ血の輪くぐりっていうの。そこをくぐり抜けたら生まれますよっていう。素粒子がそう思うねん。そう思っちゃうねん、素粒子って。めっちゃ単純な人たちやから。神ってめっちゃ思い込みやすい人たちや。肉体はちゃうの。素粒子は神は言ってるよ。光は神は言ってるよ。めっちゃ思い込みやすいね。原子爆弾もそう。な。陽子とか中性子とか電子めっちゃ思い込みやすいね。だからあれだけの爆発を起こすね。思い込みきついから、素粒子っていうのは。原子の中にな。原子核の中にな。陽子と中性子が入ってるやろ。あの人たちめっちゃ思い込みきついね。だからあんな仕事に従事できんね。で、圧力かかったらバーンって言っちゃうの。ビッグバンもその類やん、実はね。そんなわけで、もう生まれるしかないねん。だから神社とかの血の輪くぐりも、自分たちについた神が血の輪くぐりすることによって、あ、これ賛同かなって誤解する。だから、
なるべくそのカップルで手をつないで通ってくださいって言われるよ。で、まあ一人で通った場合は、単細胞生物かーってなるわけ。実は、素粒子よ。単細胞生物に、まあバクテリアに生まれんねんな。ビフィズス菌なのか、まあ、多分このね、型についている場合、この人物の、自分が取り付いてる人物のお腹の中のビフィズス菌にでもなんのかなって。まあそのぐらいは思うね。素粒子よ。で、ペアで、カップルでくぐったら、あ、この二人の子供に生まれるんちゃうかって期待する。で、うちの悪夢ね。だからこれほんまの血やから、うちの。何になるかって、まあ、うちに補充されるだけ。完全のうちの手下になるだけ。